え、明日ってできるんですか。明日もできん。じゃあもう1週間に1回やん。1週間に、え、そんなさ、1週間に、だからもうまたどっかから始まるの忘れてるんですけど、あのさ、いいが別にてる忘れてたっていいかここで怒られると思わなかった俺今。全部できてるでいいやん、忘れてたってって言われましたけど、行きましょう。どんなとこで、あ、リュック嫌いな人からあのコメント来たわ。リュック嫌いなの私です、私もですってもう一回言ってくれた。俺が忘れてて誰やったっけって言ってたんやと思うけど、あとあの変なクリスマスのとこで止まってる人もいました。クリスマスのステージもクリア、まだクリアできてなくて頑張ってますって言ったことを覚えてました。これ回れやの。あ、ちなみにさ、今日朝 E3 見てきたんすよ俺ね。え、 E3 知らん、 E3 知らんねったっけ俺 E3 知らん店長とやってんのこれ。俺これまとめてやるんで、これ鍋を持ってくっていうプランやって。なんで卵飛んでるのあれ、誰飛んだのあれ。なんかほらので、 E3 去年のさ、 E3 って6月にあるんって。去年 の, 6あのゲームの祭典で、去年それでオーバークック2出ることが分かったんって。で興奮してたやん、あのだって1終わった後もう何の発表もなくて、2出る、2出たら会いましょうって言ってたやん、覚えてる。2なんか出るわけない、なんかよ、適当な話の中でさ、2出たら会いましょうとか言ってたやんって。ただ本当に出ることになってさ、 E3 で。で今日の E3 まだ俺半分ぐらいしか見てないって、朝夜中やってたで。もしかしたら3出るんかなっていう、ない、そういうのしてくれてね。聞いてたんか今の話。あ、でもまあ追加コンテンツどんどん出てる予定やでさ、卵2つ入ってるやん、あれ追加コンテンツ出る予定やで。やめよっか一回、追加コンテンツ出る、俺が2個入れたんか今、これ VAR やな。追加コンテンツ出る予定やで、3は出んか。絶対言われて、言われました。追加コンテンツは絶対出るって言われたんでしょって言われましたけど、言われるとかそういう話じゃないんですけど、鍋持ってくの。言われるわけじゃないんですけど、俺は見るんで動画をなんそのアナログな会話、誰が誰に言うとかそういうレベルの話じゃないんですよ。早いねこれ、時間終わってねえし。どう思うって、それ俺が考えた案やでな、それそれ遅いんじゃねえかって言ってたの確か前は、前回は。これ早いやろ、どう思うって言われたんだけど。これ落とすってあったな、ここから皿を。あったな。それ持ってく意味ないの、それは持ってく意味ない。あーパリ来る、うん、あの人卵にかけたわけ、卵にかけたな、卵外してるやん。難しいんかな、何点取ってた。急に言おう、よう覚えてるね。あれ俺何持ってんのこれ、あれ皿持ってゴールしたつもりやったんやけど今、俺ひどいな今の。俺何もしてないな、やっとくかこれ。はいはい、すいません、あ、すいません、今の怒られるわ。え、何言ってんの、フライパン持っていけって、それってか口悪すぎじゃない持っていけってそれ、ひどいな。
タラ落とすか、ここから。お、あ、俺も落ちちゃった。難しいんですよ、落とすの。危ない。フライパン持ってくるといいことあるよ。なんかあったんやったな、うまいことやろう。あ、切ってたな。切る係と持って回る係といたかな。うん、これ二人ともただ持って歩いてるだけやな。反省が生かされてない。いいな、期間空いたってって言われてたけど、最初始まるとき。やっぱ期間空くとわからん。あ、どっちみち分からん。まあやったのが前やな。 600? なんて、 1200? え、せやろ、ちょっと待って。あの、ちなみに今日もあの朝コーヒー買ってきてるんですけど、毎週ちょっとずつ高いコーヒーになってってますね。はい。虫。唐揚げくん付きですけど、しかも。朝から唐揚げくん食べてます。はい。あ、はい、わかりました。最初だけ持っていくね。はい。わかった。俺が持って回るのね。はい。わかりました。え、持って回るかわからないってどういうこと？何かしててってことですね。何か。わかりました。うん。そうやって投げてんな。あら、持ってんだ。ここは僕の他の人の動画とは違うところで、最初の、あの、オープンしますに、ためませんのでね、僕らはね。これ、ためのクリアできんのじゃねえか、でも。だってさ、すごい点数足りんかったやろ。貯めてない、前貯めてない。俺は貯めた記憶はあんまりないもん。バレン用にはちょっとは貯めたかもしれんけど、 2,3 個バレンレベルっていうか、モラルレベル。なんか洗ってくれた気もするな、これ。効率いいようで悪いな、これ。悪いくない。なんか分からん。でも卵ちょっとずつ運んだ卵はこれやで。3回に分けて卵を運んだやけど、通るのこうやって投げて、うん、フライパン持ってけんねって。なんかさ、皿持ってんてる でこっちからこう降りるの、うん、そう、分かるやろ。こっちからこう降りるのは早い。こっちからこうやって、これは早い。フライパン持ってくんやってって思うけど、フライパン持っていけないターンしかない。あるね、このターンね、このターン。なんかちょっとずつこれをこう投げて、3回に分けた卵とかはあるんですよ。これ面白いんか、これ。これなんで面白いの、今の。なんか面白いね、今の。この単位ちょっとだけ近くなってるね、この缶詰。ありがとうございます。あー、落ちちゃった。意味ねえ回りした、意味ねえ回りした。一周 OK、 置いてる。これでも洗っといてくれるの助かるわ。缶詰3回に分けるパターンまた出ました。これ近いよ、ほら。缶詰近くなれて、なんかちょっとだけ。そうなの、フライパン持ってもらった方が早いの。いや、でもそれはあんた今何も持って降りてないやが。こう皿持って降りてんた時のためにこう言ってるんで、こうちょっとずつ運ぶパターンを。
あ、でも今の意味では卵、卵とお肉を持ち帰ってっただけ。あれ？何点？何点やったっけ？洗って洗って。牛乳の森は行くんか。フライパン入れたかったなぁ。なぁって言って勝手に切られてるけど。これでもあと2個や。むず。これ絶対むず。なんか変えなあかんくない絶対。変えなあかんっていう可能性あるよね。じゃあ今の言い方うざくない？評論家みたいなんかわかる？変えなあかんっていう可能性はあるよね。と、あるやん。評論家というか、 なんかテレビの喋りやな、喋り。どっちに転がっても大丈夫な喋りやな、それは。全然ないやつ作ってるし、やっぱでもこれ最初貯めたら絶対クリアできるっていうのはちょっと逃げたくはなるよね。まあ貯めんけど3個この役ぐらいまではいいかな。じゃあ貯めてるやん、それもう行くよ。絶対クリアできんかったらやめますんで、俺らならいけるんじゃないかなっていう。何かを変えなあかんな。何かを変えることが貯めることであることあるっていうのは嫌じゃないですかね、ポリシー的に。結構早いよ。あ、卵やったな。卵持ってってるやん。違うやつや。皿泣いて。あ、行くの？行くの、その気持ちいいやつ。ああ、下ろせばよかったな、あれ。あー、間に合わんわ。あれ？取らない。なんでこれ。あ、間違えた俺、順番。ごめん。やります。あと2分あるの。やり直さんでいいっていう許可がなぜか出ました。いつもやったら怒られてましたけど。え、叩き落とされた後に缶詰手放されてるんやけど。そこから落とせるといいんやけどな、本当に皿。手ぶらあかんな。ごめんなさい。あ、また手ぶらや。手ぶら怒られた後に、なんで手ぶらって言われた後もまた手ぶらや。2周手ぶらしました。で、ね、すいません。あ、いいね。いいね、それ。持って降りれんねって皿持ってないね、俺は。ほら、ここで皿こう落とすか？お父さんね、ここ吸着するやんね、ここ、ほら、ほら。あ、あかん、あかん、こっち側行って。怒られる。お、いいね。お願いします。持って降りてないやろ、フライパン。難しいやろ。無理やろ。持って降りたよ。100パブリか。あ、そっちか。卵か。全然皿ねえな。嫌味で言ったじゃない、すいません。
絶対930、あ、ちょっと超えたな。なんで今超えたよ、さっきの点数順番間違えたのに。939じゃなかった、あ、まあまあ最初入れたんやな。ちょっとオープン遅らせる？オープン遅らせちゃうの俺ら、ポリシー。でもこれオープン遅らせるの無理かな、本当に。いけるやろ、なんかやりたくない？3個は焼くけど遅らせよ、遅らせんとこ、まだ3個は焼こう。はい、3個は焼きます。なんか持ってないんだよな途中。溜めたのと一緒なことになったんやけど今。ちょっと遅らせ始めてるな俺も。切ってんだ。ちょっとバレんように切ってんだ。これで俺ブリングマーク。ここやな、俺が当たっちゃうの、その投球と。やべ。もっと後ろでもうやばい。分からん。お、いできたできた。皿落とすやつ、ほら拾うなよ俺の技で。俺の手柄これいいよねっつって拾わんといて。すっごい難しいんだあれ。めちゃくちゃやん今の。気持ちいいとこ全部持ってくやん。ナイスベイ、こうする、いくよ。ほらこれむずいやって。でもさっき持ってくれた方が良かったかもしれんぐらい。これもう一回拾わない。これやな、これ2回できたってすごい方なんやって多分。2個とも、あ、そっか2個とも。これブラック企業やん。2個とも落として最後フライパン持って降りるって言われたんやけど、本当にその通りです。すいません店長。でも店長言ってることって今の働き方改革には合ってないですよね、辛さ的には。2個下ろしてこれいいでしょ店長っつってんのに、2個下ろしなさいって言って。後ろ姿ルイージ、そのキャラルイージに似てるって言われてますけど似てないですよ。今日朝見てきたけどルイージマンション3、ルイージマンション3やりたいんやけど、あなたと。すっごい面白、あなたが動かすと面白そうですよ。これすっげー時間食ってない。これ時間上空。あかあか。そう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 、うまいうまいって言われて、自分が子供の時できんかったのにっていうやつやな。逆に遅すぎやわこれ。パニックってもそこに集中して480っていう、このなんかもう俺3、あと300点ぐらいなんかなと思ったけど430点でちょっと落ち込む。卵いってらっしゃい、卵取ってきて、卵取ってきて。なんであかんねや。オッケーオッケー、やり直そうか。ちょっと溜め込みますか。ならルイージマンションさ、一回見てみて。多分やらんと思うけど、あなたが動かすと多分面白い。魂入れ替えになったんて。今日の朝発表されましたけど。絶対変やで、あなた動かすと。ん？何て話人がしてるのに鳥かなって。外に飛んだ鳥ぐらいいるやろ、そりゃ。人話してんのに。はい。どこまで作るの？
こにこう置くまで結局どこまでに決めたってクリアできるまでやろそんなんじゅどっちみち甘いルールになるやんそれどこまでだら OK なーってあったよな子供の時。結局できるとこまでね、めっちゃ貯めてるやん、ポリシー、うちの店の。いくよ、もう何も持ってねえ。あ、な、生の肉しか持ってねえ、生の肉しかあれ、さらね、溜め込んだってできんねん、俺らは。うまいこと。あ、ごめん、焼いて焼いて。ほんとや、溜まってただけや。あれ、順番間違えたよね、今。うち間違えたよ、今、順番多分。間違えてない？いや、絶対間違え、間違えてます。うん、分かった、 VR。 あ、これ生の肉持ってきてんだ。できてますね。生の肉持って回った。あ、皿持って帰った。ありがとう。うん。逆に遅なってんね。あ、ウインナー入れてくの忘れた。意味ねえ、フライパンで拾ってきただけや。容器としてのフライパンやっただけや。気持ちいいとこいかれんなおい。持ってないフライパン。そうなるよね。これ入れて結局回るっていう。皿としての。これやったら焼いといた方がいいだよ、むしろ。ちょっとでも温まれんで。ここに缶詰なんで3つあんの？なんかちょっとでもやっていこうっていうのがうまくいってないとあんなんだね。これ何してればいい俺、ね、皿取りに来たんじゃないけど、皿取り取ろうと思ったらなかったのは確かにな。そういう気持ちいいんだよね。あ、俺落としてそれ知ってるから落とせんな何の迷いあれ、落としてんでるやん、そこに。今落とそうとして下降りてから落としたんか。すっごい運動音痴の人みたいになってんでるやけど。もちろんあらさらねえや。これ結局俺ら貯めても同じ時間やな。どうしたらいい、これどうしたらいいやろ。まあ食べましょうか。車内オープンを暮らしましょう。ここはこれ難易度マックスやな、ここ実は。簡単なんやけど1100にはいかんな。でプレステが1200ってことはもうちょっとショックやな。溜め込むか、行きましょう。溜め込みましょう。卵はなんであれ卵なの、絶対ないやん。な、見えてないやん卵のやつ。せめて缶詰やろ。食べたい方やん、それ。皿4つ乗せるまでにしよっか。皿4つあるで。それ絶対クリアできるね、それやったら。多分。ここに卵運んどくとか。卑怯やな、このやり方。これやったことないな、俺らこのステージでな。ちょっと自分の、うん？ポリシーがな。運んどくのよくないな、やっぱ。
それ食べたいんか、それめっちゃ後なんやけど、それないんやけど、それ食べたいやつやよね、それ。これどっちが来ると思う？缶詰来ると思う？缶詰を、卵並んでんな、おい。行くか。よし。ナイス。ナイスじゃねえって、これ卑怯なへんって。店長、ナイスって言ったけど、卑怯な手使ってるんですよ、僕ら。皿洗ってねえ、絶対に。本当やな、焼いてから行くべきやった。すいません、すいません。ほらな、火にかけ、これやっぱクリアできるぞ。またんでも火にかけてる時間が少なかったよ、俺ら多分。その今店長が言った通り、それは焼いてから行くべきじゃないって、そう言った通り、そういうことなんやわ。火にかけてないやわ。だから卵を、あ、ほら、それや店長。俺店長って呼んでたっけ今。ちゃん呼んでないよね。あの、それやわ、店長が缶詰を上に持ってっとく役なんじゃない。こうやってこうやっていっぱい缶詰を回りながら、そうすればクリアできるんじゃない、これ実は。多分取りに行ってるではあかんねえって。これ一人だけが回って、一人はもう皿準備とか洗うだけ。それでいっぺんやってみんか。そのクリアできてもいいか。とりあえずこれでやろうって言ったけど、それで終わってもね、多分上を、それでいいがっていうところがよくわからんねんけど、こうやっていいがそれでクリアできればいいがって言われて、そのいいががよくわからんねんって。あのね、この卵とかを、あ、卵やね、ごめん、混ぜとく、なんて言ったんやろ、上に置いとく人が一人必要なんじゃないかなと。そんなことないかな、そんなことないか、それも遅くなるか、一緒か。貯めとかなクリアできんというのはちょっと寂しいわ、俺。これ温めておきたいんですよ、これを。これなんで今それを思いついたかっていうと、店長が言った通りですよ、あ、ところからの発想なんですよ。それは火にかけてからやろって言ったんやって、店長が。それは火にかけてからやろっていうので、火にかけれないから、すぐにかけれるようにここに缶詰を置いといてくれれば、火にかけて降りれる人が増えるかなと思ったんですよ。688、なんて言い方だっけ、あと1個。こんなに火にかけといたのに俺らクリアできんねん。クリアできんねん。ちょっと一回それやってみてくれ、回るやつ。あのね、俺上にしかえんっていうのやってみて。うん、一回ちょっと一回、じゃあ上にいて、ずっと俺下やるわ。やってみる、まあ、最初はちょっとだけ貯めようか。最初はちょっとだけ貯めていい。俺下やっていい？ここにこうやって置いといてあげる。
どう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 、やりやすくない？やりやすくない？ほら、あの缶詰だけ持ってきて、ゴールして、ゴールはして、そこ行ったのにゴール線ってある？あれ何、ゴール線なんで、ゴール線のあれ溜めてるんか、溜めてるのもういいよ、もう溜まってる、もう溜まってるって、もう行けばいいよ。ゴールして、で何かだけ持って、何かだけも、まあ、ゴールして缶詰か何かだけ持ってきて、お肉は俺が上まで持ってくと、それでどうでしょう、こういう風に、うん、いいんじゃない、何かだけ持ってきて、皿を俺洗うわ、いっと、うん、ごめんなさいごめんなさい、今何が起きたかわからなかった、皿洗ってくれて、缶詰ぐらい持って、あ、缶詰持ってる、皿持ってるの、あれなんか、これいいと思う、いいな、思いついた、そのヒントやって、やっぱり社長じゃねえや、店長の、間違えてんだな、まあいいわ、練習や、あれは捨てな、もう一回行こう、いいな、これいけるな、最初ちょっと貯めましょう、ね、あと2個なんで、うまいな、自分でダッシュして引っかかるってどんな、で卵出し積んでて、しかもないやつ持ってってる、またなんなんあれ、満腹すぎるわ、あそこの狭いとこ左側通行やの、やっぱできんな、その決め事、いつも言うけどできんって言われました、小林茜さんぐらい満腹やわ、いいよ、もうそっちは缶詰か卵だけ持っていけばいいだけよ、もう一個できてからにするの、それたま、この方法でクリアしたんか、たまったからクリアしたかわからなくなってからです、そしたら、はいどうぞ、入れといてあげればよかったな、あれ、取れる？ちょっと今焼き上がったやつそっち置きました、落ちんでさ、何落ちてほしいな、吸着力あるねな、あそこよか、避けとくよ、皿洗ってほしい、俺が洗った方がいいんか、皿
いいね、点数的には。やっぱなんかあるよな、やっぱりやり方。あー、なんでもないのに落ちちゃった、ごめんなさい。切ってなかった。切る今から。もう俺入れれてまうもんな、お肉。その間に入れてまえばいい。ごめん、入らなかった。早いね。おお、早っ。いけるか。良くない。あと1個だけ切るな。皿洗って。いけるいける、皿入れてる。皿やった。え、何点合格。1100。いってそれ。違うやつや、最後違うやつや。やったー。貯めたからかどうか分からんけど、ちょっと貯めたでな。ちょっと食べたで、この方法が良かったんかどうかが、ちょっと早いな。でもない、でもこう思いつきがやっぱあって良かった。ありがとうございました。やっぱ良かったね、頑張るって。結果出るよね、頑張ると。ちょっと面白かったね、ここね。そういう貯めてもできんかったもんな、さっきは。ちょっとでもその時よりちょっと多く貯めた気するけどね